こんにちは、山の楽器管楽器専門チャンネルへお越しいただきありがとうございます。金管楽器担当の川田と申します。今回はホルンのプラクティスミュートを紹介していきます。ミュートというものは大まかに分けて2種類ございます。ホルンですとストレートミュートやデシトップミュートなどの演奏や奏法に幅を持たせるためのミュートで、もう一つが消音性にもっぱら特化して練習のために使われる、プラクティスミュートがございます。今回ご紹介するのはこのプラクティスミュートです。今回ご用意したのはこちらの5つのミュートです。ベストブラス、E ブラスジュニア、ベストブラス、ウォームアップミュート、オクラプラスミュート、ヤマハサイレントブラス SB3X、 ベストブラス、 E ブラス第3世代。この5つのプラクティスミュートの特徴を実際に吹いてみて感想を交えながらご紹介していきます。ミュートの紹介に移る前に何もミュートなどをつけていない状態の音をお聞きください。最初にご紹介いたしますのがこちらのオクラプラスミュートです。ここに名前の通り可愛らしいオクラの絵が描いてますね。プラスチックでできていまして、このベルに装着する部分、あのベルが傷つきにくそうな素材だと思います。で、このミュートの特徴の一つなんですけれども、ここを開けることができます。で、開けてこの部分ですね、音が出ていくこの部分の部品をですね、こうやって外すことができます。そうすると穴が広がって吹奏感がより開放的になります。こういう風に吹奏感を2つから選ぶことができます。まずプラクティスミュートの前提を知っておいていただきたいんですけれども、消音性が高ければ高いほど抵抗感が強くなるため、吹奏感や音程が少し損なわれてしまうという特性がございます。逆にナチュラルな吹奏感や正しい音程を持っている吹きやすいミュートというのはですね、あえてして消音性は少し低いので割と音が出てしまうっていう、こういったトレードオフの関係がございます。この点を踏まえて今からの動画見ていってください。はい、オクラプラスミュートを吹いてみました。かなりそうですね、消音性の高いミュートだと感じました。相当音を削減してくれるので、集合住宅とかでも本当よほど壁が薄いとか木造で古い家であるとか、まあ、そういったことでもない限りほぼ問題なく使っていただけるプラクティスミュートなんじゃないかなと思います。もちろん一軒家とかだったらもう全然平気だと思います。まあ、一方でその消音性のトレードオフの関係にある吹奏感や音程の部分ですね、まあ、やっぱり少し抵抗がついて息が入れづらいなと思うような感覚もあるにはあるんですけれども、音程がほとんど損なわれずに、出ているなっていう感じがしたので、まあ、プラクティスミュートとしてはすごくクオリティが高いんじゃないかなと思います。まあ、その上このオクラプラスミュートはですね、割とプラクティスミュートの中でもお手頃な価格が魅力なので、これ一つ持ってれば重宝するんじゃないかなと思います。次にご紹介しますのがこちらのベストブラスウォームアップミュートでございます。素材がアルミニウムでできているということで、今回紹介する中では唯一の金属製でございます。見た目がシンプルでかっこいいですね。ここにベストブラスのロゴが入っています。大きさの割にすごく軽く感じますね。このウォームアップミュート、他のトランペット用とかもあるんですけれども、共通して言えることは本当に音程がいいですね。僕が一番ウォームアップミュートでいいなと思う部分は、音程の部分だと思います。本当にプラクティスミュートって音程下がりがちなんですけれども、このウォームアップミュートについてはその音程が下がるという印象がほとんどないんですね。これ本当にすごいことだと思います。で、吹奏感についてももちろん普段のナチュラルな吹奏感に近いものを持っていると思います。で、その2つがいいということは消音性が悪いということなのかなと感じられるかもしれないんですけれども、そういうことも全然ないですね。まあ、やっぱりアルミニウムでできているという材質的なところで言うと結構音質が響きやすい音をしているとは思うんですけれども、でもそれでも全然そのプラクティスミュートなので家で使っていただけますし、消音性の部分も特に不満なく使っていただけるんじゃないかなと思います。非常にクオリティが高くていい商品ですね。3つ目に紹介するのがこのベストブラス E ブラスジュニアです。ウォームアップミュートと一緒でここにベストブラスのロゴが入ってますね。こちらもすごくシンプルな見た目をしています。
なおかつ軽くていいですね。 ABS 樹脂なので軽いですし、床に落としても破損させたりへこませたりということがないのが非常にいいと思います。ブラスジュニアの感想なんですけれども、ベストブラスさんのホームページを見るとこうグラフが表示されてあって、ウォームアップと E ブラスジュニアの性能比較みたいな、音質、水槽感、コンパクトさみたいな感じでグラフがつけられてるんですけれども、それを見るとウォームアップミュートの方が消音性に優れていて、こちらの方が消音性1段階低いみたいな感じのグラフが書いてあったんですけれども、アルミニウムで響く音質を持っているウォームアップに比べて結構こちらは響きが金属的ではないので、消音性で言っても遜色ない、もしくはこちらの方がもしかしたら響かないんじゃないかなということを個人的には思いました。でですね、その他の水槽感、音程というところなんですけれども、水槽感、音程につきましてはウォームアップミュート、こちらの方に軍配が上がるかなと思います。それでもやっぱり音程もすごく下がるなという印象もないですし、水槽感がすごく詰まったような感じっていうのもないので、割とバランスのいいミュートなのかなと思います。4つ目はこのヤマハサイレントブラス SB3X でございます。ミュート本体とこの四角いパーソナルスタジオ、ミュートとパーソナルスタジオをつなぐケーブル、イヤホンの4つで構成されているプラクティスミュートです。こちらは先ほどまでのプラクティスミュートと違いまして、このミュート本体を楽器に差し込んでその音をイヤホンで聞くことができるという代物です。結構ミュート本体が大ぶりですね、今までのものと比べても。そして後で紹介する、ベストブラスの E ブラスと比べても結構大きいですね。このパーソナルスタジオでできることが2つございまして、1つが音量の調節ですね。でもう1つがリバーブ機能ですね。リバーブというのは、音の残響みたいな意味合いです。リバーブ1はルーム、リバーブ2はホールという名前がそれぞれついています。残響の具合が、ルームとホールで違うんですけれども、ルームの場合は素直なホルンの音っていう感じの音で、リバーブ2のホールの方はですね、まるでホールで吹いているかのような、こう長く余韻を持った反響している音っていうのを聞くことができます。聞いていただいたら分かると思うんですけれども、本当に消音性に優れたミュートです。家での練習本当全く問題なくできますね。ただその消音性に優れている分、水槽感のところなんですけど、少し抵抗感がつくような感じで、息の入れづらさっていうのを若干は感じはしました。それでもやっぱり消音性が大事なプラクティスミュートにおいて、このここまで音を消してくれるのはすごいいいなと思います。意外とこの部分いいなと感じたのはこの形状です。ホルンって普段演奏するとき、ミュートしていない状態だったらベルにこう手のひらを入れるわけなんですけれども、こうミュートをしているときだとこう手を添えながら楽器を支えるわけなんですね。そうするときにこうやって指がこうすっぽり収まるような形状をしてくれているので、非常にこう楽器を支えやすいというのが意外といいなと感じた部分です。この形状は実はサイレントブラスはトランペットとかトロンボーン用でもこういう形状をしているので、ホルンを支えるということを意図して設計されたかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけれども、非常にこの点素敵なポイントだなと思いました。はい、一番特筆すべき部分はイヤホンで耳元で自分の音が聞けるっていうことですね。これは本当に練習にいい効果をもたらしてくれると思います。耳元でしっかりとホルンの音が鳴ってくれているということは、それだけこうイメージ通りの練習がしやすいと思いますし、またそのプラクティスミュートをした状態の音でする練習よりも綺麗なホルンの音が鳴ってくれていた方が練習のモチベーションにもなると思いますので、そういった2つの点からすごくこのミュート素敵な商品だと思います。最後にご紹介するのがこのベストブラス、E ブラス、ホルン用は第3世代ですね。こちらの商品、先ほどのサイレントブラスと一緒で、イヤホンで自分の音を聞くことができるというミュートでございます。先ほどのヤマハサイレントブラスと違うところとしましては、このイヤホンを直接挿すことで動きます。なので間に挟むような先ほどのパーソナルスタジオのようなものは、ないということですね。パーソナルスタジオで行ったようなボリューム設定などをどこで行うかということなんですけれども、これはもうミュート本体に
その調節するところがあります。このボリュームっていうところが音量の設定ですね。あとこのエコーって書いてるんですけれども、これはあの残響感のリバーブと同じですね。残響感の調節です。それぞれ10段階から設定できるので、かなり細かく設定できます。3つ目に紹介した E ブラスジュニアは、この E ブラスの電気的な部分を取り払ったものなので、だいぶこう形状似てますね。電気的な部分があるという点で、こちらの方が少し重くなってます。これの電気的な部分を取り払ったのが E ブラスジュニアということで、結構ミュート的な特徴でいうと E ブラスジュニアにかなり近いものを持っていると思います。優れた消音性がありながら、吹奏感もそこまで損なわれることなく、結構ナチュラルな吹奏感しているので、かなりバランスのいい性能となっていると思います。ヤマハサイレントブラスと比べてみますと、吹奏感でいうとこちらの方がナチュラルな感じがしますね。消音性でいうともしかしたらこちらの方が上かもしれないんですけど、そこまで正直遜色はないです。なのでミュートとしての性能が非常にこの E ブラスクオリティ高いと思いますね。でやっぱり耳元でホルンの音が鳴っているというのは非常に大きなメリットで、イメージ通りの練習ができるということと、モチベーションにいい影響を与えてくれるというところで、思った以上に練習のやる気を上げてくれる機能だなと感じました。少しそのイヤホン機能がついていないものと比べると値段も張ってしまうんですけれども、練習へのモチベーションを上げたいということは、ぜひこういったイヤホン機能付きのプラクティスミュートを使ってみてもいいと思います。ミュートのご説明、これで以上となります。いかがだったでしょうか。ミュートというものはですね、やっぱり普段と吹奏感や音程がかなり異なってしまうということがあり、ミュートをつけた状態ばかりで練習をしてしまうと、調子崩したり悪い吹き方の癖がついたりっていう弊害があるっていうことも一部では言われてたりするんですが、日々音を出すことで成長していくホルンという楽器にとっては非常にいい効果をもたらしてくれるアイテムだと思います。この動画が、皆様のプラクティスミュート選びの参考になればいいなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。